センチ幅ぐらいかなに切ってもらえればいいんじゃないでしょうか。タケノコ、水にさらしたものお湯で茹でていきます。お砂糖とお塩少々混ぜます。醤油、ウスターソース、酒、砂糖、ここからスープの素を入れます。ここにお水、片栗粉加えます。よく混ぜます。小麦粉入れていきます。まずタケノコ入れます。ピーマン、ここで先ほどのお肉戻し入れます。バッシュ入れます。盛り付けます。熱々のうちにね、ぜひ皆さん召し上がれ。ほい、チンジャオロース召し上がれ。